こんにちは、粟田洋介です。今日はイラストレーションボードにインクで絵を描いていこうと思います。絵が完成しました。この絵は地球のマジックというタイトルをつけました。久しぶりにこういうインク画を描いてみたんですけど、すごい頭のトレーニングになります。絵の具で描くとすごいアイデアが出ても作業に時間がかかるので、絵の具を乾かしてまたとか、なのでアイデアが出てくるんですけど、その作業が追いつかないみたいな。なんですけど、このインクだとアイデアが浮かんで、そのまま浮かんだらすぐに描いて、でまた次のアイデアが浮かぶとすぐに描いていく感じなので、アイデアが出るたびにすぐに描くことができるので、いい頭のトレーニングになります。というわけで今日はインク画を描いてみました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さよなら。